なんで言ってくれなかったんですか。なんで言ってくれなかったんですか。なんでよ。なんで。団長、どうして俺たちに黙ってたんですか。団長、それはないでしょう。生で。ここは病院だ。静かにしろ。団長、俺がみんなに告げた。これ以上隠しておく必要はないから。だけどそんなこと信じられないでしょ。おじさんがあと2日の命なんて。団長、冗談でしょ。そうに決まってるよ。なんで、なんでおやさんまでそんな真面目な顔して。嘘だっつってよ。なんでよ。団長、何とかしてください。落ち着け、落ち着け。お前たちに言わなかったのは沖田の希望だったんだ。この山は五郎の最後の仕事なんだ。どんな犠牲を払っても必ずやり遂げる。お前たちの気持ちはよくわかる。だがな、沖田の死を知りながら自分の胸にじっと収めてた団長の方がどんなに辛かったか、そいつ分かってやれ。